バーソルフ級カッターは、アメリカ沿岸警備隊の保有する、大型海洋保安カッターの選球。いずれも著名な沿岸警備隊員に由来して、命名されていることから、アメリカ海軍協会や全海軍年間では、レジェンド型カッターとも称される。計画名は NSC。これまで、沿岸警備隊が建造したカッターで最大の船で、ある。ハミルトン級の更新用として、 2008年より順次、収益しつつあり、最終的には9隻の建造が計画されている。本級は、アメリカ沿岸警備隊が21世紀初頭より、整備を開始した統合ディープウォーターシステム計画の一環であり、その概要における中核となることが構想されている。当初は、アメリカ海軍の沿海域戦闘艦と同一の設計に基づいての建造が計画されていたが、 沿海域戦闘艦計画の遅延などもあり、最終的には沿岸警備隊独自の設計によって進められることとなった。建造はノースロップグラマンが一括して行っており、ミシシッピ州のパスカグーラ造船所で建造されている。当園の姉妹に当たる海軍の沿海域戦闘艦が非常に先進的な設計を模索していたのに対し、本級は従来通りのモノハル戦警を 採用しているが、設計にあたってはやはりステルス管化が施行された。選出は、鋼とされた。なお初期立て造館2席では深刻な構造疲労が認められたことから、3番管では設計変更が行われた。ただし、それでも、収益直後の2012年初頭に行われた、検査では深刻な腐食や亀裂、穴食が発見され、ドック入りを余儀なくされた。 本級は、クルーローテーション制度を導入し、年間230日、最大で、連続185日という長期間の配備を、予定している。このことから居住制にも意が払われており、居住区は4人選出を採用、また、ラウンジ3室及び、フィットネスルーム1室が設けられている。寝台は148名分が確保されているほか、造船所による試験では、 最大250名分まで拡張可能とされた。手記はコダグ方式を採用しており、巡航機としては V 型20気筒のムつ 20V1163 ディーゼルエンジン、加速機としてはゼネラルエレクトリック LM2500 ガスタービニエンジンを使用する。また精密な相関が要求される状況に備えてバウスラスターを備えている。電源としては キャタピラー3512ディーゼル発電機3機を搭載する。本級は沿岸警備隊が構築を進めている C4ISR システムである CGC2 に対応した能力を備えている。本級のシステムはイージスシステムのベースライン級と共通のソフトウェア資産を用いている。また、リンク11に対応しており、海軍の艦艇とも情報共有が可能である。 レーダーとしては、3次元式の TRS3D-16ES と、低空警戒、放射撃式用の案、SP9-9B、大水上捜索、航海用の案、SPS-73 が搭載される。電子戦支援用として、案、SL9-322 電波探知装置を、搭載する。艦砲としては、 海軍の沿海域戦闘艦と同様に70、合計 57mm 単装速射砲を搭載する。本級では、マーク160射撃板が搭載されており、マーク46光学砲位板のほかアン、SP9-9B も射撃式に用いられる。また、近接防空用として、ファランクス20ムシップリングウィズズを備えているが、これは、 対水上射撃にも対応したブロック1バイトとされている。電子攻撃用としては、従来と同様のマーク1376連装デコイ発射機に加えて、新型のナルカ、アクティブデコイのためのマーク53連装発射機も搭載された。本級は、完備に複合艇の要項を行うためのスリップウェイを有しており、11メートル型複合艇まで対応できる。 通常は CBS2 隻と SRP1 隻が搭載、収容されている。戦備甲板には15メートル24メートルのヘリコプター甲板が設置されている。関西の救難ヘリコプターとして HH-65 ドルフィンを2機搭載することができる。また場合によっては、 hh-65 を一気に減らして、代わりに無人航空機2機を搭載することもある。本級は8隻の建造が予定されたが、予算源から6隻に削減された。しかし、議会の沿岸警備隊系議員が反対したことから、8隻の建造計画が復活した。その後も建造は続いている。収益後、 本級は艦隊平用合同演習にも毎回参加しており、一番艦バーソルフは2012年と2018年、二番艦、ウェイシーは2014年、三番艦ストラットンは2016年、六番艦、マンロは2020年のリムパックに参加し、2014年のリムパックではウェイシーが巡視船隊の機関を務めた。一番艦バーソルフは2014年に、 沿岸警備隊史上最長となる140日の紹介公開を達成した。2019年3月18日、アメリカ第7艦隊司令部は3月3日にバーソルフが佐世保基地に配備されたと発表した。バーソルフは同艦隊の指揮下で北朝鮮による瀬戸りの警戒監視活動にあたる。ありがとうございます。